こんにちは。ファッキンオサムヘルマット丸山です。ちょっとね、ヒゲもね、今年入ってからね、伸ばしてるんですけども、掴めるぐらい、ね、伸びましたね。はい。結構3ヶ月伸ばすとね、こうなるんだっていう感じで、山感が出てきたかなという感じです。で、暖かくなってきたからね、キャンプももう行きたいっすね。ちょっと行こうと思います、今月中にね。はい。すげえ、とてもいい話したんですけど、チタン。見てきました、チタン。頭にネタバレなしで話しまして、で、後半、話に沿って話していきたいと思います。チタンね、今年というか去年か、2021年度のカンヌ国際映画祭で、パルムドール、最高の賞ですね、取りましたという感じです。で、今回のね、カンヌの委員長はスパイク・リーでしたという感じです。監督ですね、スパイク・リーは。はい。で、カンヌはね、パルムドールは、その、なんでしょう。委員長、その年の委員長の、結構独断というか、なんか決められるそうでして、まあ、今年はスパイク・リーの、認めた映画と。ちなみに万引き家族ね、撮った時、委員長はね、ケイト・ブランシェットでしたね、はい。なんでしょう、まあ、フェチ全開の映画でしたね、はい。フェチ全開なんですけど、その結局この、なんでしょう、愛の話になっていく。という感じがしましたね、はい。でね、やっぱ車が出てくると。いうところでね、やっぱこれね、これ、クロネンバーグのクラッシュがよぎると思うんですけども、クラッシュじゃなかったです。どちらかというとね、なんかボディスナッチャーものみたいな、クロネンバーグで言うと。なんかビデオドラマみたいな、どちらかというとね、どちらかって言われたらね、クロネンバーグで。に近いイメージがしました、見た感じ。鉄王ですよね、やっぱ。鉄王はよぎりますよね。鉄王もあるなぁと思ったのと、あとは、ホドロフスキーかな。ホドロフスキーのこの、なんか直接的なメタファー描写みたいな感じが、ホドロフスキーっぽいなとちょっと思ったりもしました。はい。監督はですね、ジュリア・ドゥクルノーが合ってるね。ジュリア・ドゥクルノーが監督してますと。ローですね。前に撮った作品だと。ローもね、またね、変な映画でしたね。あれもね、青春ものとカニバリズムものがこう合わさってる。この謎の、バランス感覚でできてる映画でしたね、あれも。まあ、今回も、妙なバランス感覚で進んでいきます。特に中盤以降ですね。妙な居心地の悪さみたいなものがありましたね、ずっと。結果としてね、普通に面白いです。はい。ただね、痛い描写がね、すごく多い。僕ね、一番映画館で見た痛い描写だ。これです。これ、サスペリア。リメイクのサスペリアの、どんどん、こう、折りたたまれてっちゃうシーンがあるんですけど、ボキボキ折れて。そんぐらいね、痛い描写がね、すごく多いです。グロくはないです、そんな。だから痛いのが苦手な人は、ちょっと、覚悟した方がいいなと思います。じゃあ、ここからね、内容に触れて、ネタバレありで話していきたいと思います。で、冒頭ね、いきなり、いきなりというか、まあ、パーツ、車のより、車の、まあ、裏側から、下からこう撮ってるような、こう、配線の様子というか、そういう、なんか、鉄しい描写から始まりますね。もう、生めかしくまた撮ってます、鉄をね。車を斜めかしく撮ってますと。車内になりますね。この主人公の、女の子ですね。この、幼少時代の、シーンですね。すごいうるさいですね。はい。で、運転してる父親もイラついてますと。はい。で、まあ、あの感じでもうすでになんか、ちょっと育児にちょっと疲れてる父みたいな。のがちょっと見えますね。ちゃんと、本当に愛を持って接しているのかなっていうのが、まあちょっと見えますと。娘が暴れ出して、事故ります。それでチタンが頭に埋め込まれますと。それで父親を見る娘の視線ですね。いや、嫌ですね。もうずっと嫌な描写が続きます。病院出て、父親から守ってくれた車に感謝をするように抱きつくと。
ような、描写というか、シーンがありますね。はい。あの辺からも車に対するその執着みたいなものが出てますというところで、その後、現在というか、大人になった娘が出てきますと。で、これもね、すごい長回し、うまい長回しが入ってますと。バックヤードからステージというか、まあ、メインフロア行って車に乗ってダンス。これを一連で見せてくると。うまいです。撮影うまいですね。やっぱね。で、色もね、パキッとした、ルックですね、だいぶ。はい。で、色もだいぶしっかり出てます。という感じでした。で、キャデラックに乗って踊りますね。もう男性の象徴みたいな。キャデラックの上で踊りますと。もういきなり痛いシーンですね。シャワーで、乳首ピアスしてる隣の女の子に髪引っかかっちゃうっていう、なんだろう、日常でありそうなね。本当にちょっと痛い。痛さが想像できるような描写が多いから、なんかえぐくないのに、すごい痛いんですよね、なんかね、はい。ストーカーみたいなやつが車に寄ってくると。はい。で、いきなり死にます。もうなんか、突拍子もないです、割と、死に方は。はい。アート映画っていう感じです。はい。で、髪留めというか、かんざしで耳をぶっ刺して殺しますね。あれもなんかぶっ刺すっていうところで、まあ性のメタファーというか、なんか男性性のメタファーなのかなっていう気がします。シャワーもう一回浴びに戻ると。したらゴーン、ゴーンって音がするんですね、音が。バーンっつって。なんだっつって。出てくるんですけど。またあれ、全裸で出てくっていうね、むちゃくちゃさね。もう偶話的な話なんで、まあその辺は割とスッと意外と見てると入ってくるんですけど。で、ものすごい象徴的なカットが出ますね。さっき踊ってたキャデラックがあって、で、裸の女性がこう歩いていくという、ものすごい、あれすごいいいショットですね。絵みたいですね。素晴らしいカットですね。はい。車とのセックスシーンが始まりますと。どうやるのかなと思ったらね、車内でやるんですね。意外とね。で、車がウェッサーみたいに、こう、跳ねると。あれは、ちょっとさすがに笑っちゃいましたね。すげえ跳ねてる、車。車がこう、能動的に跳ねてると。まあ、車、まあ、キャデラックっていうところも含めてね、もう男性の象徴みたいな。車がもう男性の象徴みたいなものになってると。いう感じがしましたね。はい。一夜明けて、まあ、飯食ってますと。はい。で、父親が出てきますね、また。セリフないですけど、もう完全にもう親子の関係ぶっ壊れてますという感じでしたね。はい。テレビを見ている娘。で、テレビをほとんど見ない父親と。まあ、現実から目を背けているというか、親子関係から目を背けている描写として、セリフもなしで、うまいこと見せてるなという感じでしたね。はい。ぶつ切り編集ですね。言っちゃうと。場面がね、結構ね、脈略もなく飛ぶんで、一瞬状況が分かんないという感じがしますね。はい。いきなりまた話が飛んで、で、さっき出てきた乳首ピアスの子がセックスシーンになりますと、また。はい。で、乳首のピアスをこう、髪、こう、ちぎり落とすんですよね。あれがまた痛い痛い。別荘みたいなところ行きますね。で、そこでまた乳首ピアスのことをキスしてると、また殺そうとすると。やっぱこの性の衝動と、この殺人衝動というか、破壊衝動が結びついてるなという感じですね、やっぱ。はい。何でしょう、主人公の男性性みたいなものが現れてんのかなっていう感じがしました。指名手配されますと、行方不明者を見て、あ、こいつになろうと決心して、また鼻を折るシーンがまた痛いんですよね。あれ、ちょっとさすがにちょっと目を背けちゃいましたね。ちょっと痛いっす。行方不明になってるこの親父ですね。まあ、この後ちょっと、ややこしいんですけど、親父って言うと思うんですけど、はい。親父が出てきて、まあ明らかに似てないけど、連れていくと。女性なんで、主人公。男性の、行方不明になった人のふりをするってことで、まあ声が違うじゃないですか、やっぱ。だから喋んないと。映画的な見せ方ができますと。いう感じですよね。で、ダンスシーンですね。親父との。暴力、ぶつかりになっていくと。こう、やっぱ性の高ぶりが攻撃になっていくと
いうところですね。で、殺しかけますね。で、初めて殺されない、親父が。隊長が。初めてこう、受け止めてもらえたというか、知性というか、そういうものに、初めて出会いますと。いう感じです。その主人公の子はね、父親のとのね、関係がぶっ壊れてるところもあるんで、父親の愛を知らないと。愛に飢えてる人間だという感じで。で、その隊長もね、息子を失ってるんで、息子に対する愛、注ぐ先の愛か、なんていうか。まあ、それを失ってる状態だと。まあ、そこはちょうど合致する。という話の展開になってきます。バスですね、バス。あそこも、すごい象徴的なシーンですね。はい。主人公。黒人の女性を見る。で、後ろの、なんか、奴らが、なんか、やじってくると。ああ、これで、ここを境目として、自分の生き方を決めるわけですね、主人公は。頭半分揃えてたんですけど、その前。頭全部丸めますと。はい。まあ、そこで決意というか、この男として、アドリアンかな。アドリアンとして生きていくと。いう決意みたいなものが出てましたね。この決意したのはいいんですけど、車とのこう妊娠しちゃってるわけなんですね。なんでしょう、引っ張りというか物語の推進力をちょっと上げてますね。はい、やっぱりね。何が生まれてくるんだっていうのと、どんなものが生まれてくるんだ。それと、関係はどう執着するのかというところで、こう推進力になってるという感じです。で、母親が来ますと。母親に、会わせますね、アドリアン。そこまで気づかないですよね、見てる側もね。初めて他人の視点が入ると。息子を知ってる人の他人の視点が初めて入ったところですね。本当に父親は分かってんのか分かってないのか、と思いながら見てるんですけど、そこで決定的に、あ、アドリアンじゃないって分かってるけど、一緒にいるんだっていうね、のがそこで決定的に分かりますと。ちゃんとこのどっちの視点か分かんない、どっちのことを考えてるのか分かんないようにこう、うまく組まれてますね。まあそれでもいいんだという感じで、まあもうおっぱい見ちゃうしね、親父ね。はい。もうそれでもいいと。それでもお前はアドリアンなんだという感じで話が進んでいきますと。消防車の上のダンスですね。あそこもまたね、なんか複雑なシーンですね、あれね。男として生きると決心したのに、その女性の部分を思い出してしまうという感じ。で、あの消防車ともやっちゃうっていう。産みますと。キスしたのもね、父を求めてたと思うんですけど、父じゃないんですかね、口に。キスしてたからね。で、隊長親父の方は、まあ、拒否してたから完全に、まあ、子供として見てたという感じなんでしょうけど、生まれますついに、おどろおどろしい描写。生まれたらお腹へこむのかなと思ったら、あのチタン、もう子宮がチタンになってたっていう、そっちなんだっていうね感じがしましたね。子宮がチタンになってたら、この蹴ってたシーンとかどうなってんだって感じなんですけど、まあまあいいや。意外と人でしたね。はい。脊髄だけチタンになってる。セリフでも言ってましたけど、神の頃からこの子はキリストだって言ってたけど、まあ、まさにキリストが生まれる瞬間みたいな感じ、神話聖書的な瞬間かなという、そういう見せ方のラストになってましたね。はい。で、まあ、そのなんかそういうの考えると、生と、愛。本当の愛を知る話になってんのかなって思います。だから終盤とかもうあの、髪留め出てこないしね。セックス中毒者が本当の愛を知るみたいな。意外とそういうなんか話になってる気がします。まあ、そんなところですかね。ちょっとぐちゃぐちゃなぶっ壊れた映画だったんで、ちょっと難しい感じしましたけど。普通に見るのは面白いです。おすすめです。雑におすすめしちゃった最後。はい。まあ、久々にね、あの、バルト9行ったんですけど、公開日。いやー、よかったっすね。バルト9やっぱいい劇場ですね。本当に。また、ちょっと都内の映画館もね、行きたいなと思ってますけど、はい。またよかったらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた、お願いします。